こんにちは、タッチャニです。いつものキャンピングカータッチャニンチのトムさんからお届けしております。皆さんごめんなさい、今回は動画が作れていません。前回の動画、ダウンヒルシリーズ勝負谷公園の決勝の動画を作った後、すぐに熱を出してしまいました。なんと 39.8 度。コロナでもインフルエンザでもなかったんですけど、小学校以来50年ぶりに扁桃腺炎ということで喉を腫らして熱を出してしまいました。どうやら疲れてたみたいですね。4日間飲まず食わずで寝込んで、まあ、やっとなんとか起き上がってはきたんですけど、ちょっとまだ喉もおかしいですもんね。すいません、声聞きにくいと思いますけど。というわけでね、もう今回は何も動画を作るどころではなかったので、一応今年1年間皆さんにいろいろと応援していただけたそのお礼と、それから、まあ皆さんが良いお年を迎えられますように、風邪とかひかないようにっていうことでね、動画一応簡単には作らせていただきました。まあ、あの皆さんが動画を見てくださって、タッチャニ頑張れって毎週金曜日楽しみにしてるよって言ってくださってて、すごい励みになってます。実際毎週金曜日に頑張って出してはいるんですけど、実はね、一度も金曜日に出しますよって言ってないんですよ。本当にそれを理解してくださって、楽しみにしてくださってる皆さん、まあたまたま見てくださってる皆さん、本当にね、1年間応援ありがとうございました。そして、来年もぜひぜひよろしくお願いしたいと思います。皆さんにとって今年がいい1年であり、来年がいい年になりますように、こちらとしてもタチアニとしても記念をしております。良いお年をお迎えください。今年1年ありがとうございました。また来週お目にかかりましょう。よかった。これからもタチアニが60歳で世界一になったり、その先も世界に挑戦していくために毎日取り組んでいることを動画にしていきます。ぜひチャンネルを登録してその先を見届けてください。いつも温かいコメントとか高評価ボタンとか大変励みになっております。ありがとうございます。またお目にかかりましょう。タチアニでした。バイバーイ。